将棋将棋の先方振り飛車、見間飛車手にて目三二飛にて目三二飛は、将棋の先方の一つ。三間飛車の後、鉄外が用いる指し方で、先手の初手七六歩に対して三二飛と飛車を振る。先手が初手七六歩とした後、後手が石田流を目指した場合、従来は二手目で三四歩とし、以降に六歩、三五歩と進むが、研究が進んだ結果後手が、 作戦負けをすることが多かった。そこで、後手が2手目で3筋に飛車を振り、石田流を目指す、指し方が草案された。以降、2六歩、6二玉、2五歩、3四歩と進む。その局面で、先手は2二角なり同銀の角交換から6、五角と打ち馬を作ることが可能であり、従来はそれで、後手振りとされていたが、研究の結果、後手もさせることが分かり、 二手目三二比が新たな指し方としてプロに注目されることとなった。先手側の対策としては三手目に九六歩と突くというものがあり、九四歩との交換は後手少し苦しいとの判断が定説である。後手としては先手に九五ほどくらいを取らせることを許す展開となる。また三手目に七七角と指し、相振り飛車を目指す対策もある。 久保俊明によると、2011年の時点で、先手が簡単に良くなる順はないという。イメージと読みの将棋館ではこのほか谷川孝二は、研究会で久保俊明に刺されたことがあり、その時は三二日2に六歩六二玉2五歩三四歩2、2歩二二角成同銀六五角七四角四三角成四七角成となり、結局は5手を手をとがめられずに馬を作り合って、 囲い合いになったとし、こうして収まってしまえば、先手不満という気と、他の公式戦も見て、感心したという。渡辺明は、石田流に組ませても一局の将棋で、距離者が角道を止める必要がないのでその一手を、刺さなくて済むとするが、三二比2に六歩6二玉に五歩3四歩の、時二,二二角なり同銀六五角七四角四、三角なり四七角なり五,なり五八金右七四馬を、 結構するかどうかは結構悩むといい、藤井岳氏もこの順で意外と難しい将棋としている。また2008年の大井戦で、ハブヨシハルが実際に採用し、2008年8月までにプロ公式戦での採用数13局の内後手の5勝7敗戦にしてという結果になっているとしている。ありがとうございます。